です今回は初心者さんがベンチプレスで肩を痛めやすい原因と改善方法を紹介していきます。で結論から言うと、無意識に脇が開いてしまっている。これが一番原因としては多くて、特に重量がどんどん伸びてきたタイミングで肩を痛めたっていう方は、これに当てはまることが多いかなと思います。じゃなぜ重量が伸びてきたタイミングで無意識に脇が開いてしまうかっていうと、これは単純に重さに対する恐怖心というのが強いと思います。 ででベンチプレスのいい軌道っていうのはスタートポジションから始まってだいたみぞおちの方に向かって降りていって元の位置に戻るというのがいい形なんですが重さに対する恐怖心があると最短距離で下ろしたいっていう考えが働いて真下ににろしてしててまって無意識的に脇が開くらこの形をどうやって改善すればいいかというとまずは脇が開くとなぜ肩を痛めるのかこれを体の構造から知ってもらうことが大事です。 その後、体の構造を踏まえた上で改善方法を練習する。まあ、こういった形で理解してもらうことで、ベンチプレス重量伸びていっても肩を痛めるリスクっていうのは減るかなと思うんで、で最後まで解説を聞いてもらえればと思いますで。まずは脇を開くと肩を痛める原因っていうのを3つ見ていきます。まず1つ目が関節の動きに制限がかかることです。でベンチプレスの動作で見ていくと、脇が開いたベンチプレスっていうのはこのような動きです。で 脇が閉じたベンチプレスっていうのは45度から60度ぐらい脇が閉じた状態でベンチプレスを行います。で、正解の形としては45度から60度脇が開いた状態でこういう90度開いた形っていうのは肩を痛めやすくなります。で、その理由が関節の動きの制限なんですけどこれは実際に一緒に試してもらいたいです。まずは手を横に上げてもらった状態でまっすぐ手を後ろに引いてください。 そして45度から60度くらい脇を開いた状態で後ろに引いてみてください。この動きを比較してみると、明らかに45度から60度開いた方、こちらが肩の動きに余裕があると思いますで。この2つの動きを覚えてもらいたいのですが、脇を開いた状態で腕を引く運動、これを水平外転と言います。限界が30度までです。そして45度から60度開いた状態では、肩関節、伸展という動きです。 でこの進展の動きは約50度動きます。で、関節の角度の動きから見ても約20度の差があって、これをベンチプレスに当てはめてみると、脇を開いた状態でバーを下ろしていくと胸にはつかないと思います。逆に45度から60度の進展の動きでは胸にラクラクバーがつくと思います。こういった関節の動きの余裕に違いがあって、 脇を開いたベンチプレスでは自分の関節の動きではなくてバーの重みが無理やり関節を動かして胸についているといった状態ですなので本来動いていい範囲からいわゆる動きすぎの状態になってすごく負担のかかりやすいベンチプレスとなりますでは2つ目が肩甲下内圧の違いというところを見ていきますではまずはこの肩甲下というところを覚えてもらいたいんですけど肩甲下というのはこの上腕、腕の骨と こ肩甲骨の骨のこの間のスペースここを肩甲下空と言いますこの肩甲骨の先っちょのところが肩胞というのでその下にある空洞のことを肩胞架空と言ってこの内圧いわゆるこう圧迫されるような圧ですねここが高まると肩というのは痛めやすくなります。でなぜ痛めるかというとこの間にはいわゆるこの肩のインナーマッスルの腱が通っていたりあとは肩胞下活液法というクッションが通っています。 でなぜクッションなどがあるかというと本来肩関節を上げていいるると、とろんなな動きのの中で自然にこの骨と骨同士ががぶつかるような兵器っていうのが加わりますで。その刺激が加わったとしても肩法が活液法というクッションがあることによって、まあ、痛みが出ないうまくこう潤滑させてくれるっていう流れができるんですけどでこの肩法がないやつが高くなった状態そこで肩を動かし続けるとやっぱりそのクッションの部分がどんどんすり減って,すり減っていったりとか。 もう刺激に耐えれなくなって肩を痛めるといったケースがベンチプレスでよく見られます。それがいわゆる聞いたことあるかなと思うんですけど肩甲下インピンジメント症候群というものです。でその肩甲下ないやつが高まる動きっていうのは特徴的なものが2つあってまず1つ目が先ほどやった水平回転という動きです。脇を90度開いた状態から腕を後ろに持っていくこの水平回転という動きが かないやつを高める動きですなのでベンチプレス中に脇を開いて水平回転のような形でベンチプレスをしているとただでさえ肩胞かないやつが高まりやすい動きに加えてバーの重みが加わったりプレートの重みが加わってより強い刺激になって肩を痛めるといった悪循環が起きますそして余談ですがもう一つ肩胞かないやつを高めやすい動きっていうのがこの小指を上向きにしたような 外転、肩を横に開いていく運動です。なので小指を上に上げたサイドレイズなどは肩を痛めやすくなるので、これもや,、えー、やめておく方がいいかなと思います。では最後3つ目が肩鎖関節への負担です。でで肩鎖関節っていうのはこの肩甲骨の先ほど見た肩峰という場所とこの鎖骨この部分でできることを肩鎖関節と言います。この肩鎖関節っていうのはベンチプレスで痛めやすい場所で 特にこういう関節部分が炎症を起こしてしまうといわゆる何をししてても痛いといいとう状態になってしまいますで。この検査関節にストレスがかかりやすい動きっていうのがこの肩関節を真後ろに引いていく水平外転という極端な動きであったりとか水平内転という動きで肩が痛くなります。なのでここもベンチプレスの脇を開いた状態こういう形で下ろしていくと 検査関節そしてこの肩胞という肩胞架空というスペースにすごく負担がかかりやすくなって、まあ、いろんな場所を痛める原因となります今実際にこう肩を前に水平内転という動きで動かしてみてこの肩の上側の部分が痛いなあという感じる方は検査関節に炎症を起こしている可能性があるんでもし強い炎症が起こっている場合はトレーニングは一度やめて安静にして炎症を引くもしくはまあ病院に治療するというのが一つ対策かなと思います。 では、ここまででなぜ肩を痛めるかっていうのをね、3つ理由を説明したので、次に脇を開かないための改善方法を3つ紹介していきます。で、まず1つ目が、バーの下ろし位置というのを感覚的に練習することです。で、正面に鏡などがあれば一番いいのですが、スタートポジションをイメージして作ってもらいます。その状態から、この拳、ここで肘を隠しながらバーを下ろすようなイメージで動かしてみてください。 正面から見た時に肘で拳が見えないこういった下ろし位置が理想ですこれが下ろしていた時に肘が見えているような形では下ろし方というのは、えー、ズレがあるのでしっかりと拳で肘を隠すようにしてください特に脇を強く閉じよう閉じようと意識すると肘が内に入ってくるというミスが起こりやすいのでしっかりと脇は45度から60度開いて OK なんでこの位置をイメージしてください で、この位置を保てると、横から見たときに、バーと前腕、この腕の部分ですね。ここが一直線になるので、手首や肘のけがなども防ぎやすくなります。二つ目が、スタートポジションの意識です。でラックからバーを外して、スタートポジションに入ると、この重さに対する恐怖心があると、バーを押し返そうとします。こうすると、胸が潰れてしまったりとか、腕が震えた状態ですごく不安定なスタートポジションになります。で、このまま、 バーを下ろしていくといわゆる脇が開いたベンチプレスになりやすいので意識してほしいところは胸をバーに近づける意識そしてバーを胸に引き寄せる意識ですで、やり方としてはバーを持ったスタートポジションの状態で寝たまま胸をバーに近づけるように動かしていってくださいそしてバーを胸に引き寄せるような形で動かしていきます でこの時のイメージとしては少し肩甲骨を寄せるようなイメージを持ってもらうとバー引き寄せやすくなるかなと思うんで胸をしっかりとバーの方向に近づけていきながらバーを引き寄せてみてくださいじゃあそう,うまくいくと胸が張れた状態で自然に先ほどの位置より肩が下がってくると思いますでそここから下ろしていくことで 脇っていうのは開きにくくなるんでこういった形でバーを自分から突き放すのではなくてしっかり自分の方向に引き寄せるという意識を持っておいてくださいそして3つ目がしっかりりととと胸の張りを保つということですアーチが崩れてしまうと全てのミスが起こりやすくなるのでこのやり方を解説するとすごく長くなってしまうので概要欄の別動画で解説してるんで続けてそちらも見てもらえたらなと思います 以上がベンチプレスで脇を開くと肩を痛める原因になります。で、今回のような痛みに対しては、特にこう、体の構造からなぜその痛みが出るのかっていうのを知っておくことが大事です。で、そういったところを知っておくことによって、今後の予防になったりとか、逆に他の場所に痛みが出た時も、なぜそうなのかっていうのを調べる、まあ、きっかけにもなるかなと思います。なので、今回肩に注目したんですけど、いろんな肘、手首っていうところも、この関節の構造からつながってきやすかったりするんで、 また興味がある方は再生リストのベンチプレスというところを見てもらえたらなと思います。